こんにちは、みずきです。本日はこちら、じゃ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 ーん、グレールの購入品を紹介していきたいと思います。はい、実はグレールで買うのは7、8年ぶりぐらいになるんですけど、コートが欲しいなと思っていた時にツイッターで今田美桜ちゃん着用のコートが可愛いっていうツイートを見かけたので、グレールで買ってみることにしました。前にグレールで買っていた時の印象だと、値段もすごく安いんですけど、生地がちょっとペラペラだったりとか、チープなイメージがあったんですけど、久しぶりに買ってみたのでちょっとレビューしていきたいと思います。じゃあ早速開けてみます。今回はコートとニットとパンツとバッグとちょっと全身コーデを組めるような感じで4つのアイテムを購入してみました。じゃじゃーん。じゃあまずはバッグ。このバッグはなんと1299円。そう、ちょっと開けてみよう。いや全然見た感じ1299円に見えない。すごいかわいい。すごくない？これが1300円ぐらいで買えちゃうんだよ。わお、こんな感じ。まあもちろん合皮なんですけど、思ってたより全然チープ感がない。びっくり。中にショルダーの紐が入っていて、肩にかけても使えるような感じです。てかまずデザインがめちゃめちゃ可愛い、これで。中もこうやってここがねマチがあるから結構たくさん入るし、ここもすごい開くんで、使いやすそう。これはすごいいいかも。箱に入ってて、そのまま上から順に紹介していこう。じゃじゃん。真っ白なニットです。はい、こんな感じでゆるっとしたシルエットのニットなんですけど、こちらは1499円で購入しました。すごい安い。形とかはね普通にトレンド感のある形。ちょっとね若干見えるかな、ちょっと糸が出てる。まあこれは多分どうなんだろう、切っても大丈夫な糸なんだろうか。まあ安いのでご愛嬌っていう感じですかね。次はじゃじゃーん。こんな感じでちょっと裾がワイドに広がっているパンツを購入しました。こちらは2099円でした。こんな感じでステッチでセンターラインが入っているので、縦の線ができて着痩せ効果があるかなと思います。これはね、オフホワイトっていう色味を買ったんですけど、そうだな、裏地とかがないのでちょっと透けちゃうかもしれないですね。すっごいペラペラっていうわけでもないですけど、すごいしっかりしてる生地っていう感じでもない、中間くらいですかね。後で履いてみたいと思います。そしてラストは大本命のコートです。コートどうなんだろう。先にお値段から言うと、コートは3399円。コートが3399円ってすごい。わお、おおお、じゃーん。結構ね触り心地はいい感じ。すごくしっかりしてるわけじゃないけど、思ってたよりペラペラじゃないかな。はい、こんな感じで4つのアイテムを購入したんですけど、せっかくなのでちょっと着替えていきたいと思います。はい、着替えていきました。こんな感じです。コートは結構ロング丈で、横にスリットが入ってるのであんまり重たくならずに、スカートとかで合わせても着やすそうな感じです。肩もこんな感じで落ちてるデザインなので、中にたくさん着込めそうだし、今年っぽい緩い感じのシルエットがすごく可愛いです。私が買ったのはベージュなんですけど、わりかしピンクベージュっぽい
色味です。白で縛っても可愛い。まあ、強いて言うのはこのステッチのところが若干チープな感じがするけど、ちょっとこういう革風のバッグとか持ったらなんか全然高見えするんじゃないかなっていう感じです。コート裏地がないからめちゃめちゃ静電気が起きる。やばい、静電気がやばい。このパンツすっごいピタピタにくっついちゃった。パンツはやっぱり白で結構透けたので、今ちょっと自分の持ってるペチコートを履いたんですけど、もうロング丈のニットを合わせてもうお尻まで隠しちゃった方がいいのかなっていう感じです。なんかバッグ持つだけで一気に高見えする感じないですかね。このバッグめちゃめちゃ可愛い。これすごい気に入った。つけるとこんな感じ。うん、可愛い。はい、じゃあここでちょっと旦那さんにこのコーディネートがどうだったかちょっと感想を聞きたいと思います。りおちゃん見て見て。じゃじゃーん、どう？あ、可愛い。これトータルでいくらでしょう？トータルコーディネート。そう、トータル。靴は違うけど。バッグも？そう、バッグ込みでいくらでしょう？じゃじゃじゃーん。6000円。コートが6000円。6000円。上が4000円。下が2980円。バッグは？8900円。でいくらだ？22000。じゃトータルで22000。ファイナルアンサー。テレフォン使っていい？誰誰誰。じゃあ正解いくよ。なんと8296円です。すごくない？安いね。どうどう？いいじゃん。すごいよね。いや少ない？バッグ込みで。うん、バッグ込み。安そうに見える？おお、すごいね。読んでる。で、このバッグ1300円なんだよ。はーい。はい、ということで、結構いい感じってことが検証されたのではないかと思います。本当にすごく安いので心配していたんですけど、思った以上にいい感じで驚いております。すごい、これは本当にすごい。グレイルってどちらかというとちょっと若者のイメージとかがあると思うんですけど、これだったら全然子育て主婦の方や OL さんの通勤コーデとかにも全然使えるかなと思いました。コートとかね、これから春先に向けてぴったりだなと思います。こういうロングコート探してたので、こんなプチプラで買えて嬉しいです。そして、ね、何より一番驚いたのはこのバッグのクオリティですね。もうほんと1000円台には絶対見えないと思う。はい、ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。なんかすごい変な格好だけど、他にもおすすめのコスメやヘアアレンジなど紹介しています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。